うちの実家があるわけですよ、北海道にも、はい、あの鹿児島にも実家があるやん、北海道にも実家があるじゃん。なんでこうなん？そうなんよ。なんでこうなん？なんで俺福岡で生まれたん？韓国人の北海道生まれのお母さんと鹿児島のお父さん、なんで俺福岡で生まれたんだろう。で、あのお父さんの墓参りも行ったけん、はいはい、そうだけん北海道の方が肝解けなんよね。そう、あのこっちの方が元祖っすね。そうやね、あのおじいちゃんが作った名字よね。韓国からおじいちゃんが来て、おじいちゃんが肝解って名字作って、はい、3人兄弟やけど、お姉ちゃんと妹やけん、はい、まあ俺が肝解うまんかったら絶滅やね。確かに、うん、他肝解 OK でもう男おらんけん。またこれややこしい話なんやけど、はい、俺お父さんおるっちゃんね、別の元祖のお父さんは死んどうわけよ、はいはいはい、俺のこと産んだ お父さんは死んで、あ、まあ言ったら肝解の親戚の、はいはいはい、まあ、おじちゃんに当たるんやけどがお父さんです今。だってお母さんほぼ無職なわけよ。ほらスピリチュアルとか稼げるわけないやん。あんなんで絶対に3人兄弟育てれるんけねえ。なんでお父さんがおらんくてお母さんほぼ無職なのに俺らは生きていけたのかっていうのは、あの北海道のお父さんがいる。そうそうそう、そっちは金持ってます。なるほど。そう、貧乏父さんから金持ち父さんに変わったんですよ僕。あれまあ養子に入ったのは結構最近やけどね、20歳ぐらいかなの話を。複雑やな、だいぶ。あ、そうそうそう、複雑なの。複雑すぎん。そう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 。でそっちの金持ちのお父さんは、でも別に俺恩恵受けてないけど必要最低限しか、はいはい、でも中学校ぐらいからずっとバイトして、高校の時もずっとバイトして、自分で生き抜いてきたみたいな感じですよ。だけん隠しとったと、はいはい、あの要は恩恵受けとったらさ、みんな俺の方が金持ちだぜみたいになるけどさ、むしろ過酷な環境で育ってきた。もう本当結構もう動画では言えないようなことでお金稼いとったけど、あの頃生きるのに毎日必死やったけん。だけどあんまり恩恵受けてないけん、はいはいはい、なんかお前の親金持ってねって言われるのちょっと尺やん。隠してました。なるほどね、はいはい、で、あと男が俺しかおらんってことは会社継がないか、新しいお父さんの。そう、あ、そう、肝時は社長なんすか。社長なんよ。へえ。これわ、これ脇に言ったことないやろ。はい、初めて聞いたっす。お父さん社長なんすね。北海道で一番でかいクリーニング屋ってよね多分。いや、まあクリーニング屋が本業でラブホームが16個ぐらいあるっちゃうね。これどこまで使っているかわからん俺。まあ昨日泊まったとこ、昨日泊まったラブホあるやん、ブルーホテル泊まってみてって言ったやん、はい、あれお父さんのラブホで、ラブホ以外にもガチなホテルもやっとっちゃう。やばそう。え、でもマジ継ぎたくなくてもう分かるやんこの性格、まあ、そう、ね、そう。でも俺以外に継ぐ人がおらんけんさ。そう、え、どうするんですかそれで。ずっと逃げとったわけよ、ずっと逃げとったわけよ。お前継げって言われるのも逃げとっただって。ずっと逃げとったいくつぐらいから言われとったって。いやいやいや、もうその生まれた時から圧力あるから。俺しか男おらんちゃけん、圧力。そっかそっか。そう、でもそんなに屈さんけん俺性格上で。そう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 。会社でもあんな借金まみれでさ、エルフとかでさ、もうバーで毎日出て、ほんと金ない時俺ゆで卵1日10個食えたっけんね。ゆで卵が一番コスパ良くて栄養取れると思って。マヨネーズと塩でこう、だって 100円で10個食えるけんさ、10個ゆで卵食ったらまあお腹いっぱいやけんさ、で栄養めっちゃあるけん。そうね。だけあんだけさ、ゴミかすな生活しちゃったわけん俺ら。ゴミだけこのこと言いたくなさすぎて俺は、動画上を。間違いないよ。うん、けどどこまで言っていいとかやな、本当に俺分からん。まあ使えんところは使わんけど、ついに俺こうほら炭も入れ通してさ、もう銀行から借りれできるわけないやん、こんな、はいはいはい、こんな銀行に行けるわけないやん。そうですね。で、ついにあっちも多分諦めたくさいんよ、ね、おーおーおーおおだって、もうこんだけドームに立たれてさ、3兆円稼ぐ海外行くとか言ってさまるで継ぐ気ないよ。まるで。でも口では継がんとは言わんちゃうね、さすがに。ああ、言ってないよ。そう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 、はっきりと言ってないと。まあ30歳になったらねとか、 40歳になったらねとか、濁してきたよね今まで。ずーっと濁しながら生き続けてきて、まあほらおばあちゃんとかもワクワクしとけ。あ、もう継ぐの。うん、ワクワクしとけ、おばあちゃんとか。そう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 。だけんこう言えんなと思って。でももうここまで行ったらもう向こうも気づくやん。こいつ継ぐ気ないなみたいな。インドネシアまで1年行くって言ってほしいね、うん、おばあちゃんは。でもやっぱ、でも俺には俺のやりたいことがあるけん。そう、ね、そう、こればっかりはもうしゃあない。お金100億円もらおうが200億円もらおうが、いらんもんはいらん。、うん、俺らはやりたいことだけを。自分の力で山頂稼ぐ。あ、自分の力で、はい、自分の力で世界一だって。自分の力で山頂へ稼ぐけんな。どんだけうまくいってもなんか親のおかげでしょとか言われたくないけん。だけん隠しとったわけよ。なるほど、ね、でも俺がまるで恩恵受けてないの一番知っとうけん。いや、てか
かもうシャワーなさすぎてキッチンで交渉。そう金なさすぎて金なさすぎて事務所のお湯出るあのこうキッチンで、これシャワーとか言いよったもん。そう、そこでシャンプーしよったっけ本当に。まるで、そう、地べたはずり回って泥水すすりながらここまで来たんで協力はしたいけんね、こんだけ拡散力持っとうけん宣伝はしようと思って。はいはいはい、なけん昨日もブルーホテル初めて泊まって、あこれがラブホかと思って。でもブルーホテル入ったら、うん、僕たちのチラシ置いちゃったっすよ。そう、エアミニとか今までまるで家業を手伝わんかったわけ俺って、自分のことばっかやりよったわけよね。ほな手伝わだね。あまあね、宣伝せな。確かに確かに、札幌に来たらラブホテル泊まれ。そうすごいなって思いながら、はい、でも言いたくはない。すごいけど言いたくはない。自分で楽しむ。